どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカシゲパズやっていきましょうということで、本日は、お死なない以上確定大の大冒険ガチャとか、ツイッターのキャンペーンのやつですね。これが届いてるので、ガチャを引いていきたいと思うんですけど、ちょっと待ってください。先にやりたいことがあります。今、魔法石20個溜まってると思うんですけど、もう1個あれば、石7個ガチャなので、まあ3回引けるわけじゃないですか。で、まあどこで石稼ぎしようかなと思ったら、こちら8人サクッと、今月から、まあ、9月になったということで、新しいイベントが始まったんですけれども、魔剣士カップですね。うん、これもまた1ヶ月間開催されるやつで、 EP2000 まで稼げばいいのかなっていうやつなんですけども、まあ、同時に BP2 倍だったりもするんで、まあ魔法石もね、うん、こんな感じで、EP では最大で10個か。で、BP の方はね、いっぱい報酬あるやつですよ。あれがもらえるんで、まあ、やる価値はあるんじゃないかなっていうやつです。とりあえず、初クリアの魔法石1個ゲットして、ガチャ行きたいと思います。完全初見でやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、パーティーが、やっぱりね、魔剣士カップとだけあって、魔剣士なんですけど、炎のやつが、光を火に。で、リーダースキル、ドロップの5個 L 字消しで1コンボ加算。 L 字消しは入れた方がいいのかな、まあ、入れた方がいいか。で、水が光を水、はいはいはい。で、岩も光を木、で、光が、あー、1位と2位の操作時間半減ね。で、闇が上位のプレイヤーの盤面が暗闇。結構ギミックというか邪魔多いっすね。で、L 字にするなら光の方がいいんだ。光はね、覚醒で L 字持ってるからね。なるほどね、ちょっと難しそうだな、まあ、とりあえずコンボメインで光があったら L 字にすればいいかな。そんな感じでやっていきたいと思います。挑戦、さあよろしくお願いします。光が5個あるので早速 L 字を挟んでいきましょう。そういうんでいいのかな、正解が分かんない。あ、すいません、初見なんで。あとでね、ちゃんとした、なんかこう、上位狙えるやつとか、まあ分かれば出したいと思いますんで。はい。これで、あー10コンボ。あーいいね、いいね。あー光降ってきてんな。で、火、水、木が欠損しない限りスキル使わなくてよくない？わかんない。正解かどうかはさておき。まあ一旦いいかなと思ってるんで。というか、妨害がやっぱ多いっすね。今すげえシュインシュインしてるけど、絶対来るよね、これね。絶対来るよね、来るよね。僕も溜まったんで使おうかな。まだいっか。あー、暗闇これね。あー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 、指が半減半減。え、6秒。え、きつくない？あー、回復が落ちてない。落ちてない、8コンボ。なんで受けないよね、ですよね。あ、ちょっと待って。お邪魔、すごいね。お邪魔攻撃、すごいね。思ったより多くて。あ、回復じゃねえや。木組めてないし。え、ちょっと待って。いや、よろしくないな。え、めちゃくちゃさ、めちゃくちゃ撃ってこん？僕も撃てばいいですか？え、すごくない？めちゃくちゃ来るんだけど。そういうゲームですからね。別に来ることに関してはいいんですけど、こんなに来るかって感じです。やばいな、これ。ちょっと。またずっとシュインシュイン打ってるもんな。え、この、ポムポムプリンさんは何？ずっとスキル使ってんの？別に上位に来るわけでもなくさ、すごいずっとスキルを使ってるんですけどね。何してんの？妨害？妨害に喜びを見出しちゃったプリン？ずっと下にいてさ、ずっと撃ってくるよ。やばくね？何この人？嵐？いわゆる。ちょ。えぐくね？何これ？え、これ、嵐って楽しいのかな？暇なんだろうね。わかんない。そういうなんか作戦で何か上位に行ける何かがあるのならわかんないですけど、まあ暇なんでしょうね。暗闇からの
やばいもんね、なんかずっと下だもんね。パズルのやる気はなくて、ずっと1コンボとかでスキル貯めてて、でひたすら妨害打ってるだけでしょ、この人。あー、もうすげえな。相手木だから火でも作るか。あー、もうクリアできないじゃん。終わっちゃった。うわー、ポムポムプリンのこと嫌いになったわ。まあとりあえず目的は達成したので、魔法石は獲得できたので、まあまあまあいいでしょう。いやー、にしてもひどかったな。ポムポムプリンね、プロデューサーの名前を語ってね、こういう妨害行為をすることに楽しみを見出してる。2歳ぐらいでしょうね、多分ね。やばい、ボーナス何も取れんかった。あ、取れた。なんとか2位だわ。はい、これで80ポイントゲットなんで、あと1920ポイントぐらい頑張りましょう。とりあえずガチャ行きましょう。あ、50達成のやつでも1個もらえたわ。よし、これでまずはじゃあ星7確定最後に行こうか。というかまずあれっすね、今何持ってるかってのをお見せしましょう。はい、大の大冒険コラボガチャ、私は最初来た時にね、アバン先生星8引いております。で、星7のところで言うとミストバーンとか、あとヒュンケルとかマームとかも引けてて、結構いい感じに強キャラは引けてるんじゃないでしょうかという感じです。ただやっぱりダイもね、バランも強いんで、まあ、星8狙いながら星7出たらそれはそれで嬉しいしって感じで、まだまだ欲しいキャラだらけですね。やっていきましょう。まあ特にレオナかな、レオナは持っておきたいかな。はい、これ5万いいね、回す、ゴー。村さんね、イム、まあスキルじゃないや、アシスト武器結構これ入手しやすい無効化の武器で破格だと思ってますよ。星7以上引く前に石使って引きましょう。購入履歴無料配布22個。はい、さあ1体は星7以上出てほしいよ。そんなにね、そんなに出ないと思うんですけど、1体は欲しいよ。3分の1、星7以上頼む。現実的でしょ、それはギリ。あー、ザボエラね、よく見るよね。結構きつい、ザボエラ。まあ、まだ2体目なんで、武器と本体でって考えると、まだセーフ。もう大丈夫。もう大丈夫よ。レオナ。レオナ。ラーハルトだっけ。このキャラはね、本当に複数欲しいんで、しかも初ゲットだ、やった。複数欲しいよね。全然被ってありなキャラ。やばい、星6ってきてる。頼む。はい。石7個は安くないんだから。頼むって。バラン！あー、ラーハルト2連。まあまあまあ、複数ありって言ったから出てくれたんだよね、きっとね。さあ問題はこれですよ。10万いいね、星7以上確定ガチャ。何出るかな。まあ持ってないところ来てほしいかな。マームとかヒュンケルは出てるから、そうだね、頼む。レオナ、これからもレオナ出るでしょ、星7以上だもんね。頼むって。おー、8出たけど2体目だ。これはもう武器だね、武器です。武器これめちゃくちゃ強いんで、スキブ回復 LG2 ターンヘイストボタン2倍、うん、汎用性の塊ですよ。これは武器ですね。まあ星7の方が入手しづらいから、まあ、アバン先生交換ジュエルからで言うと、まあ星7出て欲しかった気持ちもあるけど、まあ星8、まあそうですね、弾が5体温存できたと考えれば、うん、どーんくらい引けるかな。あと11日でしょ。で、まあ持ってないキャラで言うと、ダイ、バラン、ポップ、レオナ、ハドラー、あ、
まあぼちぼちまた意思回収しておきたいと思います。はい、本日は、魔法石回収からのヒム・ザ・ボエラ・ラーハルト・ラーハルト・アバンでした。皆さんの星7以上確定ガチャは何が出ましたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。そんな感じで本日は以上です。さよなら。